こんにちは経営コンサルタントの中野です今日も中野裕二の草コイン新聞社会人サークルを始めていきたいと思います草コイン新聞購読視聴規約ここでねこの動画を一旦止めていただきましてここに記載されている第1条から第7条の文言を一語一句大きな画面にしてねお読みください どっか一箇所でも承諾できないという方がいらっしゃいましたらこの動画の続きを見ることはできません LINE に登録してくださいねそしてこの動画の感想を送ってくださいステッカーシールを販売しております LINE でお問い合わせください令和3年1月7日木曜日草子院新聞 FX 中野研究会今日のですね千葉県松戸市はちょっと ちと木枯らしが吹いてますけど、そうなでもないですね。あの、もう冬中は無風ですね。まあ、風がちょっと冷たいぐらいですけど、朝方でも冷夏にはならなかったですね。3度ぐらいありました。暖かいですね。あの日差しも差してますし。はい、あの冬の、えー。ちょっとね。あの日向ぼっこって感じですね。あのはい、窓際にいると暖かいなって感じで、こー落として寝ちゃいますね。 あのただ、日本海側とかはですね猛吹雪が吹いてて台風並みの,あの吹雪となっているとそして雪がすごいということでまあ関東の方もねあの今日から雪って感じだったんですけど全然雪降んないですね、まあ明日から降るんじゃないかって感じなんですがまあ関東1都3県はですね全然雪は大丈夫ですね、はい、全然降ってないです明日降るかもしれないので。 今時刻はね、えー、お昼の1時43分なんですがこれから動画撮り終わったら、えー、車ガソリン入れていこうかと思いますまた停電してもねいいようにパンをね菓子パンをたくさん買っておこうと思いますまたね菓子パンだったらほら温めなくても食べれますでしょそのままアンパンとかねなのでいつもね僕パン買うんですよタさん、いつも停電にならないから大丈夫なんですけどね で本日のお題なんですけども、うん、まさかビットコインが今380万円来てますからね。<laughs> まさか300万円に行くとは、誰も思わなかったですけど、今380万で400万円来そうですよ。で、これね、800万円は覚悟しといた方がいいね。夏までに、まあ7月ぐらいまでに800万円行くでしょうね。これね、あの、 あれですね。お金がジャブジャブ、ジャブジャブ、金余り減少っていうことと、まあ、投資先、魅力的な投資先はないわけですよね。まあ、国債なんていうのは、日本の国債マイナス金ですし、アメリカもわずかですからね。国債買ってもしょうがないし、まあ、だから、ね、FX やってもしょうがないわけですよね。あとは株ですね。株も <laughs>、 バカみたいに、あの、ニューヨークダウンもバカ上げしてますし、今日もですね、日経225がバカ上げしてしまってですね、31年ぶりの、まあ、今日う500円上げですね、31年ぶりの高値だということで、まあ、えっと、2万8000円ぐらいですかね <coughs>。これ3万円いくね、これね。 あとはですね、まあ、商品先物は、ちょっと危険だから、まあ、これ以上わかんないですね、金とかね。で、ビットコインですね、お金が行くとこがないので、も、ま、う、あ、ビットコイン、爆上げと。で、ビットコイン以外にも仮想通貨ってあるんだねっていうことで、最近やっぱり気づき始めたんだよね、投資家がね。それで、イーサリアム爆上げの、ライトコイン爆上げの、で、ここに来てやっぱり体のいい枝が爆上げと。 いうことでですねで仮想通貨の時価総額は <laughs> 見事100兆円を突破しましたと、えー、3年前は93兆円だったんですけどまさか93兆円超えるとは思いませんでしたね100兆円突破しましたで体の枝は、えー、今35円ぐらいですけどまあ、200円へ行く可能性は非常にあると今のところですねすべ、えー、ての仮想通貨 の中で、技術的に優位性があるのはカルタナイダなんですよ。ビットコインは一番最初にできた仮想通貨なんですが、えー、セキュリティが弱いっていうのとですね、えー、いろんな面、まあ、送金速度がすごい遅いんですよね。でいろんな面で、あのこういう使い物にならないんですよね。通貨としてはね。通貨として <coughs> 使い物にならないので、 それで、あのー、他の仮想通貨が出てきたわけですよね。でそれの、えー、代表例がイーサリハムとかですねあとはリップルとか、えーまあ、ビットコインのビットコイン派閥で言えばですねビットコインキャッシュとかビットコインサトシビジョンあとはあのライトコインなんかっていうのはビットコインの開発者が分裂してますよね。ライイトコインとか ビットコイン分裂者ってのは結構いるんですけども、あの、元はビットコインなんですよ。だから、あの、あまり良くないんだよね。で、イーサリアムっていうのは、また、全く別な発想から開発が行われて、ロシアで開発されたものなんでね、アメリカじゃなくてね。非常によくできてます。もう、筆舌に尽くし、尽くすことができないぐらいにですね、ビットコインなんかよりも、えー、あの、設計思想が、 まあ、あの異次元の世界ですね、宇宙人の世界、<laughs> よく考えたなっていうくらいできてますね。で、イーサリアムもですね、やっぱり初期設計者、まあ、18歳の若者がね当時作ってたんですけど、あのやっぱりあのちょっとね、18歳の若者、プログラマーですが、えー、プログラマーであって数学者じゃないんですよね、数学者じゃなくて、暗号、 博士ではないからああのー、あんまり数学のこと分かんないんでね、確率統計学とかね、そこで、えー、暗号解読されてしまうということで、ですねああのー、まあ、共同開発者の暗号数学博士、あのスティーブ、スティーブ何だっけな、あのー、おじさんがね、えー、っと18歳のロシアの若者に、えー、ちょっと改良しようかって話したんだけど、いや、俺は改良しないよっていうことになってしまって、 じゃあまあま分裂して分裂しようかということで、えー、イーサリアムから分裂してですねカルダネーダっていう、えー、イーサリアムベースのさらに進化系ですね、えー、バグを修正したところ修正した <coughs> <coughs>、えー、ジェームス・スティーブだっけなジェームス・ホスキンソンだっけなカルダネーダってのを作ってですね今、えー、技術的にはあ世界ナンバーワンの仮想通貨になってますね。 あと、ドル円は上昇トレンド入りに確実にしましたね。あと人類は全滅の恐れということで、えー、今日の東京都のです、ねえー、コロナウイルス感染者はついに2000人を超えてしまいましたね。あの早かったですね、2000人ね。1500人とか1300人とかありましたけど、2000人早かったですね。もう、だめですね。手遅れですね。もうねやっぱり GoTo トラベルとかやっちゃったのがいけないんじゃないですかね。 はい、でこれはビットコインなんですけども、えー、財布ですね387万ということになってまして、えー、コインマーケットキャップいってみましょうかはいでコインマーケットキャップっていうのは仮想通貨を、ねえー、取引するのであればこの数コインマーケットキャップがあ一番いいんですよね最初で最後のものなんですねで時価総額としてはもう100兆円超えてますね 104兆円ですね、105兆円に迫ろうとしてますね、いやあの入金スペ輸入金ペースが速いですね、はい、あの、超、桁は超ですからねこあ、日本の国家予算ですからね、これ105兆円って言ったらね、104兆9000億円ですねあ、すごいですね、で仮想通貨の数は8199あるんですけど、まあ、ほとんどはもうあれですね、賢いんですね。 はい。使い物のな,ないコインです。で、取引所は、世界の仮想通貨取引所は34,198。まあ、コインチェックとかね、ビットフライヤーみたいな、えー、取引所、仮想通貨取引所は34,000あるんですよ。もうね、何が何だか分かんないですよね。はい。で、ビットコインドミナンスって言って、すべての仮想通貨の時価総額105兆円に対して、ビットコインの時価総額は68.5%もありますよ。ということで、ほとんどは、 半分以上は、だから68.5%はビットコインのお金が入ってるってことですね。ビットコイン強いです。<laughs> 本当にね。この24時間で 10%, 10上がって、1週間で3割上がりましたということで、今の価格は日本円で386万5千円ですね。これ400万いきますね、これ。いつ行くのって言ったら今日か明日か今週ぐらい行っちゃいますね、これね。 800万いつ行くのって言ったら多分7月ぐらいだと思いますけどね。はい。はい。ね、じゃ年末はって言ったら1000万。まあどこかでシューってなるかもしれないですね。収束するかもしれないですね。<coughs> まあこのままあ、<coughs> コロナがね、どうなっていくんですかね。コロナが収束しなければ、各国はさらに補助金を出していきますけれども、補助金にも限界あるからね。 あの国家倒産するかもしれないね。ドイツとかイギリスとか日本とかね。まあ、そしたらちょっとや変な雰囲気になってきますね。で、イーサリアもね、12万5000円になっちゃったからね。はい、この24時間で13.5% 13. 上がりました。1週間で64%上がりました。こんなに爆上げする。えー 投資はないでですねでリップルは31円になってよかったですね。また上がってきましたね。結局リップル裁判を起こされたよって言ってんだけど、そんなことをあの知らない人がどん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 毎日仮想通貨投資入ってきてますからね、新人くんがね。だからリップル裁判を起こされてやばいんだよって噂なんていうのはあっという間に立ち消えるんですよね。 これまた80円とか100円とか行くから大丈夫だからリップルね大丈夫100円ぐらいまで行くからでライトコインも1万7000回復ですねまあライトコインって言ったらまあざっくり20万円ぐらいまで行くでしょうねうんまあビットコインメンバーの一つだからねで体のエイダは34円33銭この24時間で25%上がりました1週間で86%上がりましたすごいねやっぱりね はい、カルダネイダまだ三十四円で、まだ安いですし、今二百円前、二百円いくとしたら、まあ六倍六倍ぐらいですかね。まあたった六倍ですけどね。六たった六倍ですけどね。二千十七年、二千十七年のときはです、ねえー、仮想通貨バブルだったんですけど、一月一日にまああの草コインねカルダネイラ、カルダネイカルダネイまだ出てなかったですけど、 まあ草リップルとかね、草コイン買っとけば、12月のまあ一番高値ね、えー、それぞれのコインの高値って、12月10日とか25とかいろいろあるから、ここで売却したらいくらになったかって言ったら、平均ね、200倍くらいになってるんですよ。ね、200倍、まあ、ほんで、一番高いのは確か、いろいろね、700倍とかありましたね。日本,日本の仮想,仮想通貨ですよ。 も,もちろん海外の仮想通貨ではもっと例えば XP っていうエクスペリエンスポイントっていう仮想通貨は、えー、この2017年1年間であの10万倍になりましたからね10万倍10万倍になりました1万円買っておいたら10億円ですねなった人いるんですよあとは えー、他にも草コインがあってこれは1万倍ですね1年間でね、はい、1万円買っといたら1億円になったあのそれで売却して1億円儲けたっていや多分山ほどいるんですよ山で言います大学生もあ俺あの時価総額25億円持ってるんだけど何かって,って、ね、スマホ見せてもらってねあの平気でいましたからねあの嘘じゃありませんなのでこの中でまだ、まあ、価格がね安いやつ うんありますからね。えーまあ、今100までしか見えないですけど、えー、値段の安いやつね。値段の安いやつ、0.019とかね。0.095とかこういうの買っとくんですよね。で、まあ、どれか当たってね。0.019がさ、0.19になれば10倍だし、1.9になれば100倍なんですよね。 はいだから、こういう草コイン、まあ、もっと安いやついっぱいありましよ、0.000 00っていうのがね、まあ、そういうのを探していくっていうのが、まあ、非常に面白いかなと思います。まあ、すごいですね、とにかくビットコイン800万円は行きそうな、800万円、頭打ちぐらいですかね、頭打ちっていうと、またその上行きますからね、まあ、参りました、とにかくこの、 世の中がですね、あのこういう状態になってしまってね、コロナウイルス状態になってしまって、各国政府があの助成金、補助金を、えー、お金をね、あの湯水のごとく出してですね、で企業が使い企業とか個人で使い切れなくなったお金をまあ、投資に回しているというような現象だと思うんですよね。で、奴隷は上昇トレンド入りということでですね、 えっとまああのけ、ーまあ、朝よりは下がってますけどもきのう、まあ、昨日なんかよりは全然上がってますからねえー、っとここですね、えー、こ,こ,ここがですね102円、えー、58銭なんでねでまあ昨日とかはもう,こう下の方まで行っちゃいましたからね えー、昨日の明朝ですね。で、まあ死にかけたんですけど、まあ、さいやああ、何時ぐらいだったかな、朝、夕方だったかな、夕方だったかな、こう上がってきたんですよね。そして、えー、夜、まあライブ中にですね、爆上げしたと。そして、その後、まあ思いっきり下がって、ああ、やっぱりダメだったのかって下がっちゃうのかなと思ったんですけど、 まあここまでは下がらないですね。多分まあ、フィボナッチでいうと、まあ50%ぐらいのところですよね。50%、フィボナッチ50%のところでまあ反発してもらって、こことね、ここの間ですよ。<laughs> こうね。フィボナッチ50%のところで反発してもらって、えー、こうなって、今上行って、えー、下行って、えー、また上行ってくれればいいなと思ってますので、 まああの今日のね朝のそうですね朝のですね毛沢てジャーナルでもですね毛沢てサテライトテレビ東京の中でもやっぱりあの上昇トレンドでしたんじゃないかって話が出てましたねドル円はねはいあのちょっと月足だとわかんないですねまだね。 周波だとまだわかんないですけどね。まあ、日足だとちょっと上昇した可能性がありますよね。ま、うん、まだまだわかんないけどね。こうやって行くからね、うん。こういうところも上昇したのかなと思いつつやっぱり加工ラがいいんだと。ただ、一応、あの、僕が作った自動売買ツール <laughs> とサインツールでですね、 中野裕二先生は、まあ、ここから上がっていくよと、まあ、もちろん切り下げながら上がっていくんだけどでこの75移動平均線非常に東でね75日移動平均線って重要なんですけどし、まあの,日足の、ね、75移動平均線で、うんえー、75移動平均線までタッチしたら今度下げトレンド始まると。 をね、タッチしたら下げトレンド始まってますよね。こちら辺もそうなんですけど、まあ、今回はあの上昇トレンドですからね、ここはもうあの切り上げていくんですよね。はい、あのだから、ここまでいったらこう下がるのか下がるように見せかけてやっぱ上がっていっちゃうんですよね。で、こうやってで75移動平均線とは全く関係ないトレンドを構築するんですよね。ただ、じゃあ次は何の線によってですね、 えー、下げるのか上げるのかっていうのを判断すればいいのかっていうのはあの非常に難しい判断になってくるんですがまあ私が作った自動売買ツールのサインツールですねを見ていけば大体分かってくると思いますね、はい、ここですね非常にまああのセンシティブなトレンド転換の今最中ですからすごいセンシティブな状況ですね すごいセンシティブな状況ですね。ここはもうトレンド転換してます。もじもじするんですよね。もじもじね。大きな意味でももじもじしてますしね。うん、横横ですよね。いわゆる。1時間、まあ、上ですね。上です。この爆上げ、昨日の夜のライブ中の爆上げですね。これでまあ、えー、これからは、 あの上昇トレンドにしますよという意味,意味合いですね、これね。はい。ヘッジファンドですね。ヘッジファンドの仲間内での、えー、合図ですね、これはね。はい、大丈夫ですね。上行きますね。ロングでロングで大丈夫だと思います。はい。まあ、あと人類は全滅の恐れがあるということで、まあ、ちょっと。<laughs> まあ大体 10, 10ヶ月ぐらいやってきましたよね、日本,うん、日本政府でも10ヶ月とか11ヶ月ぐらいですね、えーと。コロナ対策でやってきて、最初は全く未知のウイルスなんで、なんだかよく分からなくて、す、え、べ、ー、ての <laughs> 産業で営業停止とかねや,やりましたけど、今は飲食,飲食の場で、えー、ウイルスが感染するんじゃないかということで、飲食店だけ今回、緊急事態宣言で。 夜間 <laughs> 営業禁止となりましたけども自粛ですね自粛要請となりましたけどもまあこの10ヶ月間ぐらいの対策って一生懸命やりましたけど国を挙げてねあの悪くなる一方ですねで <coughs>、まあ、途中で GoTo トラベルとか GoTo イートやっちゃったからね、まあ、やってないイギリスとかフランスでも再度ロックダウンしてますからまあいや GoTo go やってもやらなくても、まあ、悪くなっちゃったのかなと思いますけどね、まあ、東京で今日2000人以上のです、ね、感染って、これちょっと多すぎる、多すぎるんじゃないかなっていうぐらい、まあ、効果が全然現れてなかったかなって、ただ何にもしなければ、2万人とか4万人とかいっちゃってるんだろうから、まあ、マスクしてね、あのアルコール消毒して、ソーシャルディスタンスを保ってるから、まあ、ここまで抑えられたとは思います。 あとは緊急事態宣言を出すと、まあ、解雇の人が増えると、まあ、飲食店のアルバイトさんとか、バートさんとかね、正社員とか、まあ、この松戸駅でもですね駅前の飲食店のテナントが撤退しちゃうとね、そのままお店がもうなくなっちゃってるっていう、結構ね、増えてきました、はい、シャッター街になっちゃってくる感じですね。 なので、まあ、あとね、東京駅行ったんですよね。したら、東京駅もシャッター街になってましたよ。八重洲口。あのー、しばらくお休み済みますとかあ、長年ありがとうございましたとかね。東京駅、八重洲口もね、シャッター街になっててね、新幹線乗らないでしょ、皆さん。だから、嘘、東京でもね、東京の、日本の真ん中の東京の、東京駅の、 地下街がシャッター街になってたら他もシャッター街でしょだって他も <laughs> だからちょっとねまあ、今の仕事を続けられてられるかどうかっていうまあ業種業態によって違うと思いますけれどもまああのまあもしねあれだったら FX を勉強してですねまあ一僕 僕の中野研究会で1万円からスタートして、まあ皆さん1億、億万長者になりましょうねって言ってます。はい。最初これね、あの、5万、10万かける人いるんだけど、それずるいよねって話。みんなもそうしたいから。ダメだって。1万円からやって、1万円から増えたまあ5万、10万、20万と増えてきますから、それあぶく銭だから、そのあぶく銭を使ってまたあぶくを増やしていくと。そ,そうすると、まあ気が楽だからね。あの、お金は途中でなくなっちゃっても、どうせあぶくだから。 だから気が楽な方がいいんだよね。はい、あと、2経験2万7606円でしたね。えー、バブ30年5ヶ月ぶりのバブル崩壊後最高値と。まさかこういう、ねあのー、コロナウイルスの蔓延によってです、ねまあ、実体経済とは全く関係ない実体経済、ボロボロですからね。どこの企業も売上減少で IT 企業ぐらいですかね、あの、ボロボロでな全く何も売れてないんだけど、土地も建物も、ブランド品も何も売れてないんだけど、お金余ってるからみんな株買ってるだけだと。ね、あのけあの各企業の決算はすごい悪いんですよ。でも株買っちゃってると。こういう形でのですね、えー、バブルが来てるっていうのは非常にまあ、 寂しいことではありますが、えー、株を買っておけばあお金には心配ないかなと、まあ、もちろん FX も金融商品ですからね FX をマスターしてですね、まあ、勉強してですね、えー、いつクビになっちゃってもですねひとつ月30万40万50万ぐらいだったら、F、私の、ね、FX で稼げるから、まあ、なんとかやっていこうよと。 いうような形でですね、あの気持ちを楽にできる、えー、と思いますのでね、皆さんも FX1 つ勉強してみてはいかがでしょうか。仮想通貨はね、やっぱ難しいね。僕,僕もね、ずっと仮想通貨、これずっと見てますけどね、何年もね。買うタイミングわかんないですよね。買ったら下がるし、しかも、あの、 下げ幅、振幅,幅がもう10%とか20%いきますから、1日平均で10万円、20万円落ちますでしょ。で、翌日また復活したりしてるから、無理ですよ、これ、本当に。心が乱されるからね。それよりはドル円っていうのは、まあ、本当に可愛いもんですよね。はい、10銭、20銭上が,ったら上がったり下がったりしただけですからね。はい。そういう中で、えー、少しの振幅,幅を積み重ねてですね。 でそれを福利で回していって、大きなお金にしていくと。まあ、こっちの方が堅実的だと思いますね。金融投資としては。まあ、人間の人生そのものですね。それでは今日はね、この辺で終わりにさせていただきます。千葉県松戸市よりトム・クルーズがお伝えいたしました。失礼いたします。